オンブルは、スペインを、発祥地とする歴史的なトリックテイキングゲームであり、賭博である。プレーントリックゲームに属する。ルールは煩雑だが、17.18世紀には、ヨーロッパ各地で流行し、20世紀のコントラクトブリッジと同様の地位を持っていた。日本のウンスンカルタの遊び方と共通点が多い、点でも注目される。オンブルという名称は、スペイン語で、男、 人を意味する、オンブレに由来する。宣言者が、よそ言えるオンブレというので、この名がついた。日本の著作物でよく使われるオンブルはフランス語読みである。なお、紙などのグラデーション効果のことをオンブレと呼ぶが、これはフランス語で、影のついたを意味する語に由来し、ここで言うオンブルとは、関係がない。オンブルは、切り札を競りによって決める精度のある、カードゲームとしては、 知られる限り最古のものである。オンブル以前のゲームでは、切り札は山札から一枚のカードをめくってそのカードのスートを切り札とするなど、偶然に頼った方式をとっていた。ヨーロッパ各地で流行したのはもっぱら三人用のオンブルで、三人のうちの一人がオンブルになって、残り二人の連合軍と戦う形式のものだった。一時は、 オンブル専用の三角形のテーブルが作られるほど流行した。18世紀後半になると、フランスではオンブルを4人用に改造したカドリーユが発明され、本来のオンブルの人気は陰りを見せるようになった。19世紀にホイストが流行すると、オンブルとカドリーユは共に忘れ去られていった。現在も、デンマークの一部では、エルオンブレという名前で遊ばれているほか、スペイン南部及び、 カナリア諸島ではザンガという名前でオンブルの光景と見られるゲームが行われている。また、スカートと同じ32枚のトランプを使い、ルールを単純化したドイツ式ゾロというゲームもある。ここでは日本で一般的に使われているトランプを使用するものと仮定する。また、オンブル専門の用語はフランス語読みに統一した。オンブルは3人で競技する。プレイやビットは 半時計回りに行われる。オンブルでは52枚のトランプから8 9九0を抜いた40枚を使用する。他にチップを使用する。プレイの前に各競技者は決まった額のチップをプールに置く。ディーラーは各競技者に9枚の手札を配り、残った13枚は伏せておく。ディーラーはプレイごとに半時計回りに移動する。 カードの順位は赤いスートと黒いスートで異なっており、赤いスートでは数冊の数字が少ないほど強い。これはタロットゲームの一部、日本のウンスンカルタ、中国のウマトムライなどと共通であり、古い特徴を残しているものである。以下の3枚のカードをマタドールと呼び、常に切り札になる。A が最も強い。これをスパディーユと呼ぶ。 切り札スートの一番弱い札が次に強い。これをマニーユと呼ぶ。A が3番目に強い。これをバストと呼ぶ。また、赤いスートが切り札の時は、そのスートの A が4番目に強くなる。これをポントと呼ぶ。黒のエースと異なり、ポントはまたドールではない。したがって、切り札スートの順位は以下のようになる。 ディーラーの右隣の競技者から順に自分がオンブルになると宣言するかパスする。他の人がすでにオンブルとなることを宣言している場合、別なプレイヤーは主殺交換なしを宣言することによってオーバービットすることができる。この場合、最初に宣言した競技者は自分も主殺交換なしを宣言することによってオーバービットできる。全部のトリックを取ることも宣言でき。 これをボルという。ボルは通常のビットや主殺交換なしをオーバービットできる。他の二人がパスしたら最後に宣言した人がオンブルとなる。オンブルは切り札、数等を決定する。主殺交換なしを宣言した場合を除いて、オンブルは主殺のうちの任意の枚数の不要なカードを伏せてあった13枚と交換することができる。次に、 他の二人も同様にカードを交換することができる。なお、全員がビットせずにパスしたら、その回は無勝負として流れる。その回のチップは次回の勝者がまとめている。最初のトリックはディーラーの右隣がリードする。通常のトリックテイキングゲームのルールに従って行われ、マストフォロールールが存在する。ただし、マタドールの三枚は例外で、より好意のマタドールで、 リードをされて、かつ他に切り札を持っていない時以外は、切り札をリードされても出さなくて構わない。3人のうちで、オンブルが最も多くのトリックを取った場合、オンブルの勝ちとなり、プールにあるチップは、オンブルのものになる。オンブルが最初の5トリックをすべて取ったら、その時点で、オンブルの勝ちは明らかなので、プレイは通常そこで打ち切られる。オンブルがそれ以降のプレイを続ける場合、 ボルを宣言したものとみなされる。ボルに成功したら、オンブル以外の二人は、それぞれプールに出ている額の半額をオンブルを支払う。ボルに失敗したら、逆にオンブルが、他の二人に同額を支払う。オンブルの取ったトリック数が、他の二人のいずれかと同点の時は、ルミズといい、オンブルは、プールに出ているチップと同額をプールに置かなければ、ならない。ルミズになるのは、オンブルが4勝で、 他の二人が四勝と一勝の場合、または全員が三勝の場合に限られる。オンブルの取ったトリック数が他の二人のいずれかより少ない時はコディーユと言って、オンブルはプールに出ているチップと同額を買った競技者に支払う。オンブルに関する文学作品で最も有名なものが、ポープの詩、神盗人である。この作品の第3課では、オンブルの1プレイが、 丸ごと死に歌われている。またドールを得たベリンダが、オンブルになって切り札狩りを行うが、男爵が切り札を大量に持っていたため、第5トリックを取られてしまう。そこで、切り札がつき、男爵のリードに対抗できないベリンダは同点に持ち込まれるが、最終トリックで辛くも勝ちを上げる。ありがとうございます。